ですが、今のヘンデルが、まあ、ヘンデルって生まれは一応あのドイツですが、もう最後にね、まあ、活躍したのはイギリスに帰化してということなんでね、イギリスのバロック音楽でした。今日は全部1600年代、年代後半に生まれた人の曲ばかりです。はい、というわけで次は、ドイツの、テレマの、ソナタ、ヘ長調というのをお聴きいただきます。これはもともとリコーダー、フルートなんかでもよくやりますが、今僕が見てる楽譜は私があの18歳、高校1年の時に、大学受験するのに習いに行った先生のところで使ってた楽譜をそのまま使ってます。だからそのもう数十年も昔のあの書き込みが、先生の書き込みが残ってるのでそのまま開けたいと思います。テレマンのそうなってるやつ聞いてください。
マンのそなたでした。そなた、ヘ長長でした。次はちょっと一曲、チェンバロのソロの曲。チェンバロって言っても、これ電子チェンバロって言って、まあ、よくキーボードにもね、チェンバロの音を出るでしょ、なんかボタン押したらね。もうこれはもっと本格的な電子チェンバロで、調律がピッと押さえただけで、調律の仕方が変わったりとか、でメンテナンスがいらないというね。でもすごいいい音がする楽器です。チェンバロの説明は今してくれたので、それは私は割愛させていただいて、今から弾く曲はバッハが作曲した、インベンションとシンフォニアという曲集の中からシンフォニアの方を5曲ほど抜粋して弾かせていただきます。ピアノをね、習ってた方多いと思うんですけど、大概バッハのこのインベンションとシンフォニアっていうのは嫌をなくやらされるというか、で好きな子もいれば、これでピアノが大嫌いになる人もいるっていう、そういう曲なんですけれど、私は幸か不幸かバッハがその時から大好きだったんで、バッハが弾きたくてピアノをやってたっていうところがちょっとありました。なのでシンフォニアはとても思い出深い曲ばかりなので、今日はそこから1番、2番、それから5番、6番、13番を弾かせていただきます。で、チェンバロのピアノとは全然、これはまあ電子楽器でもう全然それも違うんですけれども、クレッシェンドとかディミネンドがチェンバロはできないんですね。でそれは電子楽器もその本当のチェンバロも同じ で、どうやって音質を変えるかっていうと、これは1段鍵盤ですけど、二段鍵盤になっていて、でその下の鍵盤と上の鍵盤の音質が違うんですね。上の方がちょっと軽くて、それでそれをストップっていうのを引っ張ると一緒にそれが鳴ったりでするんですね。でもう一つ、先ほどちょっと聞こえへんやんかっていう音があったと思うんですけど、それリュートって言いまして、ギターの前身の楽器で、そういう音も出せる。これ電子チェンバロですけど、で普通 の, ちゃんとしたチェンバロもそれがついている。でピアノのようにクレッシェンド、ディミネンドしたり、ピアノフォルテが指のタッチでつけたりはできないんですけれども、そういうふうに階段状にというか、ダイナミック、ここは強く、ここはこの音でっていうふうにいろいろ変化はつけられるので、その機能をできるだけ使って今日は弾いてみようと思います。
イギリスのヘンデル、それからドイツのペレマン、それからドイツのバッホという前半の最後は、イタリアのバロック時代の曲です。イタリアといえばあのビバルディが、ね、有名ですが、ではなくて全然有名じゃないレオナルド・レオ、レオっていうか、っていう方の、これはあのリコーダーのための曲やと思いますが、ソナタ二短調っていうのをね、やります。短いですが、あの一応4楽章まである。